はい、こんばんは、こんにちは。こんばんはじゃないね。いつも夜とか朝ですからね、こんばんはになりますね。はい。今日はですね、今ね、今日は、4月の30日、木曜日です。はい、朝の8時ですよ。まだ、仕事には時間があるでしょう。だから、ちょっと、マスクをですね、作ります。はい。作りますっていうか、やっぱりほら、練習せんといかんでしょう。だからですね、少しこう、作らんとさ、いかんでしょう。練習しながら、練習してですよ。あれした方がいいですね。そういうことで。取れてますかね。はい、型をね、一応こうやって自分で作ったんです。こうやってね、型をこういう感じで、それで作るんですが、まず大体大まかにですね、大まかにこうやって円形カッターで切っていきます。はい。そしてこの大まかに切るのはいいんですけど、まずね、1点決めるんです。どっちかを。ここはもう動かさんよーっちゅうようなところですね。切ったら今度は一回この型を外して、でこれいつ普通はほら、要塞をする人は待ち針でしょう。こうやってですね、クリップで留める。クリップで動かんように止める。そしてこうやって、ちょっと余裕を持たして、ここにね、3ミリぐらい余裕を持たして、あとまたここ1箇所もし決めたから、今度はこの上を、こっちもまた余裕を持たして、こういう感じですって切っていきますね。そして下も余裕を持たしてスパンと切っていきます。はい。で、できたらですね、まずこう外すでしょう。外したら、こっちの方ね、ピタッとやって引っつけるんです。こういう感じで。このね、あれには方向があるんですよ。この方向っていうか、向きがザラついた方と、ツルツルした方がありますから、ツルツルした方を、全部、外側に持っていく。そうすると、見栄えがいいでしょう。で、4枚重ねです。なんでかっていうと、まあ、後でわかるんですけど、4枚重ねでですね、こうやって、で、こういう感じ。ね、ツルツルした方。で、次はですね、このシーラーを持ってきます。シーラーでですね、だいたい最大、これ最大が9なんですよ、このシーラーは。それで、こう、合わせていきますね。何回かやるんですけど、こんな感じで。5秒ではまだつかんね。1、2、3、4。しまった。まあ、やりすぎりゃ溶けるしね。これまた慣れが必要ですよね。まあ、いいんですよ、これ。で、ちょっと冷めてから、外した方がいいです。そうしないと、ここが熱いと、溶けたまんま壊れていきますから、こういう感じで、こういう感じね。で、また、ちょっと端を合わせて、
こういう感じ。1、2、3、4、5、もう温まってるから5秒ぐらいでいいです。これもまた冷めてから外します。冷めてから外す。そしてまた、だいたいですね、4回ぐらいですかね。で、こうやって1、2、3、4、今度はもう4秒ぐらいで、こう9っていう数字があるんですけど、ここをね、ここをずっと接着すれば、こうひつければですね、点滅に変わるんです。そっから何秒かっていう風にやってます。はい。そしてこの数、炭を今度はこうやって、はい、1、2、3。こう炭はですね、あんまりなかったらしくやると設置面積がもう少しなのに、こう温まってるでしょ、このバーが。だからこういう感じで、はい、できました。こういう感じね。これでもう外していいです。このクリップを外して、そしたらこうでしょう。もうかなり強いです。ひっついてます。そしたら今度はここ、まあこれ最後の仕上げでいいんですけど、こうやって余分なところですね、こうやって切っていくんです。こういう感じで余分でしょう。そしてですね、ここからがまたあれなんです。今度はここを2枚分けるんです。分けて、だいたいこの辺り、だいたい5センチぐらいのところですね。こっから測るのはちょっとわからんから、この切り口から5センチのところ、今度は2枚だから6に下げます、温度をね。そして5センチぐらいのところで、1、2、3、4、もうちょっとですね、1、2。はい、これで多分、これで多分ついたと思いますね。はい、つきました。はい、これでスパッと取って、こういう感じでもうついてますね。ひっついてます。ついてるでしょ。今度はここを曲げたところ、ひっついたところを曲げて合わせて、今度はまたここに乗せていけば、対角、向こうの対角、左右の左右、向こうの方が同じ位置になるということですね。で、またこうやって1、2、3、これでもう多分もうちょい1、2、はい、多分ついたと思いますね。つきましたね。そして、はい、取ります。こんな感じで、はい、できましたね。次はですね、ここをこのこうカゴマ弁で盤上金って言うんだけど、盤上金、これなんちゅうのかね、カゴマ弁ではわかるけどね。で、こうやって内側の方を切ります。こういう感じでね。そしたらほら、こういう感じでね、できるんですよ。で、今度はですね、ここにゴムをつけるんですけど、ゴムをなんでこうしたかちょっと、ここを今度は折り返してシーラーでピタッてやれば、ここにゴムをつけるあれができるんですよ。で、ゴムをつけるところはまたここ3層構造、3つの3枚になるところを合わせれば結構また強くなるから、今ゴムがないんですよね、まだ届いてないから、こういう状態で作っとこうかねと思ってですね。そして、今まだこう大きいね、まだ大きいだからここにですね、大体
25枚ぐらい今できました。25枚ぐらいこういう感じで、でこう合わ、まあ1枚と合わすでしょう。合わしたらですね、こうするとほらこんだけ大きいから、大きいでしょう。だからここを今度はもう大胆に、大胆にいきます。大胆、大胆にスパーッつってこういう感じで、はい、わかりますかね、こういう感じ、ね、ちょっとカメラが近いのかな、こういう感じで、でここがほら隙間が空いてますね。わかる、わかりますかね。ここに今度はですね、ですね、よくほら家でキッチンで鍋をさ、油を取るときにあれがあるでしょう。油をこすのがダイソーに売ってるんですよ。そういうのをここにこうやって挟んで、こういう感じで、こう今挟んでるんです。取れないからもう、ひっつけてないんですよ。これひっつけてない。もうこうやって、こうやって切ったのをここに入れ込んで、このあれに入れ込んで、こういう感じでですね。そして綺麗に入れ込んで、こんな感じで、はい、こんな感じで入れ込んでつけると、つける、はい、こんだけのことだから。この白い、これはですね、Amazon で2980円か3000いくらかだったです。あとこのこれでしょ、このあらら、しまった。この丸いカッターでしょう。これは貝印の、これが800円ぐらいだったかな。あとこれが100均。ダイソーで100円。で、これが100円。あとこの切れは、生地はどこでも売ってるそうですからね。はい。で、それでですね、自分もそんなにほら、1日1枚、自分も洗って使おうかねと思って、これ洗える生地だから3、4回は、まあ2回ぐらいは洗えると思うんですよね。だから2、3回ぐらいは、だから自分でも作って作って使おうと思ってるんですけど、で今ここにですね25枚ぐらいあって、こういう感じで、今日はまあ在宅ワークだけど、その合間にちょっと作って置いとこうかね、作っとこうかねと思ってですね、それをですね、こう中部鹿児島弁を聞いてもらってる人、視聴者の人たちに、まあ封筒で3枚ぐらいですね、こういう封筒を買ってきました。と、なんかあれを、何ですか、切ってよかって。で、3枚、一応3枚ずつですね、ゴムが来たらですよ、ゴムをここにつけて、送ろうかね、送ってあげようかねと思ってですね、そういう、ちょっとした、行動を自分でもしようかねって思って、もしよかったらですね、今この、YouTube の概要欄、自分の中部鹿児島弁の概要欄っていうところにですね、ビジネスのあれで、メールアドレスを作りましたから、が出るようにしましたが、私はロボットではありませんっていうのをクリックしてもらえれば、そこに自分のその連絡用のメールアドレスがありますから、そこにですね、住所と名前を
書いていただければ、自分はこの、なんていうんですか、この封筒で3枚ずつ送って、3枚なら多分厚さ的にも大丈夫だと。5枚はちょっとね難しいかなって思うんですよね。はい、だからちょっとまあ今日もいろいろ時間がある限り作ろうと思ってるんですけど、作った順で届いたあれした順にですね、ちょっと送って、そういうなんちゅうんですかね、なんちゅうの、ボランティアか、それちょっとやっていこうかねと思って、はい、まあそれ何百人もはできんのだけど、はい、10人20人ぐらいは3枚ずつだったら送れるんじゃないかねと思って、はい、思ってます。そういう、だからもしよかったらですね、概要欄のメールアドレスから送って、欲しいですって、もう住所と名前だけでいいですか、もう欲しいですだけでいいから、やって送ってメールしてもらえばですね、私はここで作って送ります。その代わり自分の住所も名前も書きません。はい、後ろの封筒の後ろに中部鹿児島弁って書くだけで、はい、まあそんな、まあ、鹿児島みたいな、鹿児島でいいですね、鹿児島って書いて送るだけ。私は住所も名前も書かないですから、はい、そういう感じで、もしよかったらメールをください。一応それで、こっちもいろいろ送るようにやっていきますので、はい、こう、まあマスクがないっていうね、中国から変なさマスクが届いて、またそういうのも使うのがね、億劫な人たちもやっぱり多いやから、はい、そういうことで送っていきます。では、はい、よろしくお願いします。じゃあね、またね、バイバイ。